エリー、土屋の車の話。テリー土屋の車の話始まりました。はい、ありがとうございます。今回見ていただきましてよろしくお願いします。いいね。今日はあの早速いいですか、お二人に。何ですか。実はですね、何ですか、車に関するお悩みを持ってらっしゃる方がスタジオに来ちゃったんですよ。いやいや、そうなんですよ。何ですか。早速お呼びしてもよろしいですか。いいですよ。それでは相談者の方にご登場いただきます。こちらの方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大川さんじゃないですか。そうです。東京 MX 制作局長大川隆さん。どうも。いつもお世話になってます。ありがとうございます。知ってますよ。なんか見たことあるわ。MX のスタジオでご挨拶させてもらって、はい、なんか悩みがあるんですか。悩みそうなんですよ。なんか実は車を18年同じ車ずっと乗ってて、えらい。で、まあキロ数も10万キロ弱になって、はい、でもいい加減車検とかもだいたい100万近くいくようになっちゃったので、はい、まあ、新しい車を購入したいなと。何乗ってたんですか。ベンツの CLK ですね、の200。 CLK、はいはいはい、はいはいはい。で、まあ、ちょっと探したいなって、ちょうど今年の、まあ、夏ぐらいに車検なんで、っていうお悩みですね。それで番組出ます。いや、そうなんですよ。そうなんですけど、すいません、ズーズーしく。CLK ってのオープンのやつ、いや、じゃなく普通の、なんですか、クーペですね。クーペ、はいはい、こういうやつですね。あ、そうです、そうです。かっこいい車、はいはい、いや、でも18年乗ってたって、えらいね。そうですか。いや、あんま傷、あんま乗ってなかったんですけど。いや、でも僕はね、車長く乗ってる人って、信用してる。ありがとうございます。いや、そう僕は本当ね、半年に1回ぐらい買いちゃうタイプだから、はい、自分自身が嫌なやつだと思ってるんですよ。ほら、なんか特化引っかいしてる人間が。愛着がないんですかね。はい、いや、なんか愛着はあるんだけど、好きだよ好きだと言いながらパンフレット見てるんですよ。だからなんかほら、君のこと愛してるよって言いながら他にいい子いないかってのと同じで、もうね、大体車乗り換えるやつってのは、これ鈴木あぐりさんの言葉で、車好きだったら大体女好きだって言ってた。まあ、だから僕18年同じ車乗ってるってだけで、はい、本当にもう、あ、この人はちゃんとしてるんだな。だから、ね、女性にも一途のタイプだった、夫婦円満です。よかったです。そうなんだ、はい、それでそうなんですよ。主にこう嫁さんがメインはゴルフに行く時に使ってるんで、はい、まあ、なんとなく、まあ、僕自身もそうなんですけど、嫁さんがゴルフ場で見栄を張れる車がいいかなって。ああ、いいテーマ。見栄を張れる車。いいテーマ、ね、大事ですよね。まあ、華やかですよね。そうそうそうなんですね。失礼ですけども、予算なんですよ。予算ですよね。そうそう、だからね、これね、予算があるから僕が言ったってね、その差がありますよね。600万ぐらいですか。僕600だと、何します。中古ですか。中古でもいいかなと思って。中古の600だったら結構バリエーションありますよ。おすすめは、まあ、SUV 系で家は晴れますよね、ゴルフ場、はいはいはい、今ちょっとでかいのが流行ってるじゃないですか、はいはいはい、で見栄えもいいじゃないですか、SUV 系、はい、RV 系、はい、その辺で600だと結構ありますよ、うん、メルセデスも、BM も、あ、そうですか、アウディも、はい、結構ありますよ、はい、うん、何ですか、まあ、その辺で、え、ズバリ言ってください。ズバリこれだっていう。大川さん迷ってんだから、そうだから抽象的じゃないですか。これだっていう。何言ってるんですか。まあ、そうですね、うん、そうすると、じゃあメーカー的に大川さんどのメーカーが好きなんですか。まあ、ずっとベンツを、まあ、乗ってるんで、まあ、ベンツ系が、まあ、いいです。好き、はい、うん、なるほど、なるほどじゃないですよ。ズバリ、いや、めっちゃゴルフ場で見え張るっていうんだから、俺はゲレンデ進めますよ。もう華やかですね。まあ、ちょっと予算的に大丈夫なのかなと思います。ゲレンデはね、安いのでも、700-800するんですよ。まあ、そうですよね、はい、ただね、 G は今人気があるでしょ、はい、だから不当に値段が高いですよ。あ、だから僕は正直言って今あまりにも入りすぎてるから、ちょっと僕的には、なるほど、僕は、ね、正直言ってエレガントっていうのがあると思うんですよ、はい、僕だったら E クラスのカブリオレですね。カブリオレ、うん、カブリオレは華やかだし、はいはいはい、あ、確かに、はいはい、かっこいいですね。これですね、はい、これ E クラスのカブリオレ、かわいいですね、これの、確かに結構 G は乗ってくる人多いじゃないですか今。これ弾がないでしょ。うん、だから
いやでもね、うん、僕600万円ぐらい出したら、E クラスって実はモデルチェンジしたいんじゃないかな。だから前のモデルでも全然かっこいいし、うん、僕はいいと思うんだ。ああ、なるほど。ヨーロッパ車って、うん、日本車みたいにこう形がガラッと変わんないから、うん、そう、わかんない、ね、年代が落ちてもわかんない、うん、ああ、なるほど、うん、これ開けてゴルフ場入っていくと、はい、マダムって感じです。確かに、ね、はい、ありがとうございます。マダムって感じですよ、はい、これ大川さん乗ってるのも僕あのテレビマンがこういうおしゃれな車乗ってるのって大好きなんですよ、はい、あなんか、はい、やっぱクリエイター違うなって思われる、うん、はい、なるほど、うん、600だったらあるかもしれない。そうなんです、はい、うん、はい、これにしましょう、はい、これにしましょう。ちょっと奥さんも嫁さんと嫁さんと相談させてもらって探してみます、ね、はい、これあの長く乗ってても値段下がらないから、ああ、めちゃめちゃいい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、解決ということで、ありがとうございます、はい、解決ありがとうございます、はい、参考させてもらいます。バス専門誌、バスです、今回はバス。ネタあるんですか、うん、もうネタはいくらでもあります、はい、そのバスの専門誌って、はい、その月どのくらい売れるんですか。おかげさまであの、まあ、2万部ほど吸ってまして、え、2万部すごいじゃないですか。いや、で、あの、まあ、そこそこ売れてます。そこそこじゃないですよね。いやだけど隔月で、うん、よくそんな材料があるよね。普通ね、普通の車だとバスだよ、バス。ね、ほら普通だとね、例えば新車が出ましたとかそういうのあるんですか、マイナーチェンジだとか、はい、バスの場合は乗用車と違ってバスの作るのはメーカーです、うん、でも運行するのはバス事業者です、うん、あの都営バスさんですとか東急バスさんですとか、うんうん、事業者さんなので両方から情報が来るんですよ。働く自動車のものですからいろいろな細かい装備がついてます。なるほど、確かに透明なんかでね、はい、そうすると夜行バスなんかで豪華になってね、そうですそうです、ね、ラグジュアリーに乗ってる、はい、たまにやるとなんかちょっと乗ってみたいなと思いますよね、はい、あとほらそれこそね、それこそ障害者たちに優しいバスとか、はい、あとは ね、 ね、ハイブリッドとかね、いろいろありますよね、はいはい、そうか、そういうことですか。はい、そういうことです。今豪華になりましたよね。今豪華なの多いです、うん、もう本当に何ですかね、ちょっとお高いんですけどこれに乗っていくととても楽で素敵なドライブができますっていう車両がたくさんあります。へ、今回はですね、そんな末永さんをお迎えしまして、バスマガジン編集長末永さんが厳選したバスランキングをご紹介いただこうと思っております。お願いします。末永さんが選ぶ変わったバスベスト3を選んでいただきました、うん、はい、ではベスト3からいきましょう、はい、お願いします。こちらです、3位、はい、これどこが変わってるんですか。これが先ほど話したゴージャスバスの一つです、うん、はい、これは博多号って言いまして、はい、東京と博多を結んでいる車両なんですね。で他にも個室バスあるんですけども、これが結構古くからあるバスで、ちゃんとここシートに座って、うん、もう一人独占シートなんですよ。でもうドアを、スライド式のドアを閉めたら完全に個室になるという。これはフルリクライニングになるんですか。なります。あ、ただフルにはならないです。フルは自動車としてフルにして走ってはいけない法律があるんで、あー、シートベルトでしなくちゃいけないとか、でかなり水平に近くはなるんですけども、うん、リクライニングを倒して座面も倒すことによってこう寝てるような感じになるんで。なるほど、そうか、はい、ほぼ爆睡できます。これだと座席数っていくつぐらいなの。これがですね、個室の部分が 4室、はい、4席で、その他に個室じゃないちょっとランクの下がるところが、うん、この今はいくつぐらいですか。この頃は、確か16席ほどぐらいあったんですけども、はあ、じゃあ高いでしょ。高いです、ね、高いです。はっきり言って新幹線で行った方が安いかもしれない。新幹線、例えば朝、はい、東京何時ですか。これは、今は夕方ぐらいに出て、うん、で16時間かけて、うん、で夕方出て、はい、で翌朝で夜、翌朝の朝10時ぐらい、はい、とかっていう感じですね、うん、はい、朝着くような感じで。いやでも私本当に博多出身なので、うん、このバス聞いたことありますけど、これで帰ろうと思ったこともあるんですけど、うん、めちゃくちゃいいらしいんですよ。これでもいいらしいって、いくらですか。これだって2万円から2万円、季節によるんですけど2万円から2万2000円ぐらい。いやでもさ、こういうのってなんか一回やってみたいよね。楽しいじゃないですか、なんかね、バス好きの人にとっては、特にこれ、いいですよ、これ楽しいですもん。コロナのこの時期だからさ、人ともなんかさ、ね、うん、接しないで。じゃあさ、続いて。続いて、はい、変わったベスト2位を。はい、あ、これだ。これは。
なんかロンドンバスみたいな、ね、結構都内ね走ってますよね、はい、これ車両はのメルセデスベンツのものなんですけども、はい、まあ、観光用今ちょっとコロナでダメなんですけど、うん、海外から来られた方もちろん日本の方もそうなんですけど、うん、都心を周回するバスなんですよ、うん、でオープントップにして、はい、結構季節のいい時には気持ちよく僕いつも思ってるんですけど途中で雨降ってきたらどうするんですか。あ、これね、ちゃんと屋根あるんですよ。え、出てくるんです。出てくるんだ。あ、そう、すごい仕組み。これっていくらぐらいするんですか。これはおそらくこう改造してあるので屋根切ったりとか、うんうん、でその分は抜きにしてもまあ、ベンツの車両ですからやっぱり1億円ぐらいはその仮装するのは、日本でするんですか。日本でします。はい、なるほど。はあ、面白い。1億すごい。これはこれでさ、なんかさ、東京見物したいよね、うん、よくやってますよね、これで東京見物楽しいですよ。楽しいですよ、だからこれであれね、細川たかしのさコンサートとか行きたいよね。なんかそういうの感じだよね、なんか。そうですね、細川たかし、細川たかしか氷川きよしでしょ、これは。面白そうですね、盛り上がる。マジですか。これはやっぱりロックじゃないよね。まあロックじゃないですね、演歌ですね。細川たかしさんです。はぁ、あ、はい。じゃあ第1位参りましょうか、はい、こちらです。レストランバス、はい、なにこれ、はい、これ車内がレストランになってます。これはこれで営業してるんですか。そうです、これはツアーになるんですけど、ツアーになります、うん、いわゆる観光バスと同じように、まあ、ここ予約して乗車して、うん、で中で食事しながら、周回して戻ってくるという。これどこ走ってるんですか。これは東京も走ってますし、関西、京都も走ってますし、はい、結構ポツポツと走ってます。で、やってる事業者がウィーラーさんという会社、はい、事業者さんなんですけど、そちらがこの、国産最後の2階建てバス、三菱ふそうのエアロキング、これをさっきと同じように屋根を切ってしまってオープン化して、はい、で中にレストランの、ダイニングの装置を2階につけて、はい、で1階がキッチンになってるんです。これで何を食べさせてるんですか。いや結構季節の美味しい料理をいただけるようになってますね。いや、これでおいくらですか。これも下が2万円からっていう形だと、うん、1人2万円、はい、高いよね。ただその分お料理はとてもいい。いや、これさ、あれよくね、これで結婚式とか楽しいですね。ねえ、結婚式でさ、これでね、いいよね、いろんな人たちに見てもらって。でなんか、はあ、これは何がいいかというと、僕はね、非日常だと思うんですよ、うん、そうですね、まあそれはある。うん、いいですよね。 2時間2万円ですよ。いや、だからこれね、もしかしたら外国の人は大好きですよ、うん、あ、そう。あいつたちってほら、オープンカフェでいつも食事とかしてるじゃないですか。そうですね、うん、これいいな、観光しながらいいかもしれない。なるほどね。これもやはり屋根がない車両なんです。で、まあ、雨が降ったら今度は硬い屋根が閉まるんですけど、うん、この2階建てバスでオープンですと、道路の看板あるじゃないですか、うん、行き先表示して、うん、あれがものすごく近いんですよ、この辺通っていくんですよ。いいですね、来るんじゃないかっていう、うん、それがまたバス好きの人には楽しい、ね、たまんないね。そうだよね、はい、てか末永さんはその水素バスとか電気バスには行かないんだね、好きなの。そうですね、やっぱり内燃機が好きですね、うんうん、今都内は水素バスもあれば電気バスもある、はいはい、ね、はい、そうです、おっしゃると走ってますよね、たまに見ますよ、うんうん、つまんない、つまんないよね、落としないもんね。いや、私の口から何も素晴らしいバスだと思います。バス回しんだもんね、素晴らしいバスだと思う。肯定してないとね、商売にならないもんね。素晴らしいバスだと思います。でも時代はやっぱ電気に向かってますよね。だから、はい、ゆくゆくはしょうがないよね。そうですね、2035年から ね世界は、はい、バスベストいろいろとご紹介いただきありがとうございました。 ありがとうございました。ブーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。